はい、皆さんこんにちは。今日も皆さん37号が飛び出しましたよ。アメリカの8月13日火曜日、日本は8月14日水曜日でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。今日もハワイ市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞお付き合いくださいませ。ただ皆さんね、ちょっと申し上げるとなればですね、大谷さんが一つのホームランを打ったらね、仕事終わりじゃないんですよね。なぜかというと、大谷さんはね、スーパースターだから、普通のスターじゃないの。だから一つ終わったら、あとはね、二つ、三つと、こういうね、マルチプルのヒットが必要なんですよ。フォアボールもないし、もうちょっと悲しいですね。やっぱりそういうのがないと、ちょっとあれですね、やばくなってくるんですね。だから僕はあっきり言って満足してないんですが、ホームランはまあいいですと、素晴らしいと。それ以外のものは全部雑だったんですね。まだ 100% 変わってないんですよね。技ありヒット1個だけあったら三塁側に打ちましたけれど、その三塁側ちょっとショートの方寄りだったので、あれは三塁側に本当に綺麗に抜けたらヒットだったんですけどね。だからそういうヒットだとかファーボールだとかなんとかして、なんかね、ホームランの前にもまあまあ良かったんだけど、その後がね、三塁、三回か四回はね、雑だったね。もう全然こう、噛み合ってないのよ。全然。なぜそういうかですね、皆さんね、今日ね、ドジャースのみんなが打ってたのよ。だからみんなバカバカ打ってるということは、大谷さんがもっと打ってるということなんですよ。で、話に、まあ今、パッと飛び出してきたんですけど、ヤンキースのソト選手が、今日はホームラン3本も打ったのよ。だからそうやって大谷さんがなんかね、たまにね、今日はね、4打数4ホームランとか聞きたいぐらいですよ。少なくても2本は行けたのよ、今日は。だからもうちょっとね、引き締めて、自分のボールを呼び込んでやらないと、まあちょっと悲しいことになるね。まあということでございますので、今日もよろしくお願いします。それでは参りましょうか。Ladies and gentlemen, from United States of America, Hollywood, California, Mr.ショヘイ・オオタニ from 花巻東高校 High School of 岩手 Prefecture。 はい、37号が出ましたね。最高ですね。まあこれ簡単に言いますとね、センターフライ37号、まあこれソロですね。それから空振り三振、そして、三塁ゴロ。これがね、抜け、もうちょっとこうだったらいいんだけど、まあ、これをそうですね。それから、三振。うん、空振り三振。いやー、大谷さんがね、三振というのはね、悲しいですね。まあ、いずれもそういうことです。あとはね、まあ、話題の中ではですね、大谷翔平が40本塁打、40、盗塁へ、特にゴールは決めていないけども、多分もういけると思いますよ。そういうことをインタビューでおっしゃってたんですね。それで MVP 投票がですね、まあ最後一応情報が入ってきておりまして、やっぱり、ね、アメリカンリーグはジャッジに間違いないみたいな雰囲気があるんですよね。もちろん急に誰か出てくれば。で、大谷さんの場合はナショナルリーグね、今年はナショナルの方は大谷さんが、まあ今のところ大谷さんですけど、ただし今みたいな打ち方してたらちょっとやばいかな、ちょっとやばっていう感じになると思うんですけど、それならないようになんとかねしてもらいたいなと思っております。落ち着いてやってください、大谷さん。大丈夫ですから、バントやってもいいのよ。まあということでございますので、今日5回あったから、だって1回しか打てない、4回は打てなかったっていうことだから、それでバンってしたりとかいろいろすれば、もうそれ、当然打てないんだから、他の方法とかいろいろ考えるっていうことはすごく必要なんですよね。まあ、ランナーがね、2塁3塁いるときはもう思い切って打っても、フライでもね、打点が入るからいいんですけどね。まあ、ということで今日はそういうことになりましたけれどもね。はい、今日はソロでございます。さあ、行きましょうか。それでね、これなんですけども、ドジャースは70勝49敗、もうダントストップなんですね。まあ他の人だから、フィリーズは69勝49敗だ。まあドジャースは1勝上上がって、また今日も勝ったからで71勝になるわけですね。でフィリーズは分かんないですね、見なきゃいけないんだけど、ブルワーズですね、今ブルーザーと67勝51敗。それから D バックスですね、67勝、パドレス67勝、ブレイブス62勝と、こういうね、
流れが来てるんで、ちょっとね逃げ切らなきゃいけないっていう感じでございますけどね。ということで今日もですね、ミルウォーキーはミシガンの州ということでございまして、これもちょっと行きましょう。はい、どうぞお願いします。はい、ミルウォーキーはミシガン湖畔にある活気に満ちた都市で、世界クラスのアメニティ、ペースの速い興奮、果てしない魅力が独特に融合した街です。お、繁栄した文化シーン、受賞歴のある料理の風景、または豊富なアウトドアアクティビティを求めている場合でも、ミルウォーキーには誰もが楽しめるものが揃っています。なるほど、ミルウォーキーいいね、かっこいいね。昨日はね、なんか人口が多いということで、今回はもういろんなところ、素晴らしいところでね、楽しめるということで、なんかミルウォーキーというのはミルクか、ミルウォーキー、ウォキトキじゃないんだけど、まあそういう感じでございますか。そしてですね、これはもうご存知だと思うんですけど、まあロサンゼルスが今ね、ブルワーズの方に行ってますから、車で行くとしたら35時間57分かかるんですけど、時差は2時間で、車飛行機で行くと5時間20分ということになっております。はい、じゃあ参りましょう。それではこちらでございます。これが楽しみでございます。37号降りてこいよ。はい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 、はい、今日なんかね、大谷さんがね、もうちょっと打てるような気がしたんだ。悲しいよね、大谷さんね、もうちょっとね、諦めずにね、もっと自分のボールをね、呼び込んでほしいんですけどね。まあやっていらっしゃると思うんだけど、なんかね見えないんだよね。これはね、素晴らしいわ、ホームランだったよ。はい、37号。そしたらこのおじさんがもう一本お願いします、もう一本お願いしますって言っておりますんでね、よろしくどうぞお願いします。はい、ということでございまして、今日も嬉しい嬉しい、はいはい、2勝目。やっぱりね、あれですよね、なんかムーキーベースが帰ってきてから、なんか雰囲気が変わりまして、みんなバカバカ打ち始めてっていうかね。あとね、やっぱりね、ラックスが良くなりましたよ。ラックスを休ませないで頑張ってほしいんですけども、なかなかね、ホームラン、ラックスのね、地元だったってよ。ここでさ、インタビューなんかされて、いやいやもうね、友達もいっぱい来てたから、その目の前でね、こうやってホームランできたことは嬉しいということで、今までね、声もかけられなかったりとか、ガーンと声かけられても、ものすごい話題になってるということは、まあ、頑張ればね、それなりの素晴らしいことがあるということで、71勝でしたよね、多分ね。71勝49敗。はい、ということでございます。先ほどのちょっと見ましょうかね。70勝って言って書いてあるから、今日1勝取ったから71勝ということですね。はい、ということでございます。はい、それではラインナップ、デコちゃん、デコピンも頑張っております。はい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 、じゃあこちらの方にちょっと待ってくださいね。これですね。はい、じゃあ参りましょう。はい、どうぞ。ここからもどんどん行きましょうかね。このいろんな人が、ここに行きたいの、ここ。はい、スターティングラインナップでございますけど、今日はギャビン・ストーンがピッチャーでした。これはいいピッチングしてましたよ。で、彼がね、頭いいっていうか、監督はまだこれからね、ピッチングいろんな人がしなきゃいけないから、ナック・ランドンさんに、彼は5回ちょっとで投げたかな。で、彼に任して、2人だけで今回済んだんですよね。彼がいいピッチして最初の最後まで、きちんと締めましたので、彼がですね、セーブになりました。本来はね、3点ぐらいじゃないとセーブできないんですけど、この何回か長く投げてれば、なんかなるらしくて、それでまあ今日はセーブしましたということなんですね。はい、ということでございます。ちょっと行きましょうか、それも。はい、で、このようにストーンがですね、見てみれば、これはほら9勝5敗だったんだけど、初めてにこのほらストーンが10勝5敗になりました。で、ナックが1セーブがついておりますね。ということで、そうね、ドジャーズがまず1点取って、2点取って、向こうは1点取ったんだけど、ここは大きかったね。これ5点取って、ここですよ。大谷さんもね、もうみんなバカバカ打ってるんで、大谷さんもここでまたガーンと来た時に、まあ打ってほしかったんだけど、まあグリーディーにならないで、明日も大谷さんが頑張ってくれればいいと思うんですよね。40-40 を期待しております。はい、あとはね、まあこうやって見れば最終的には7勝2敗や13ヒットも打ってますからね、これ大きいよね。はい、ということでございます。そして、
下の方に行きますとこのようになっております。はい、昨日ですが298だったんですね。で今日は何で下がったかというと、まあ先ほど申しましたように大谷さんはホームランの1個だけなんですよ。長打率が上がったかもしれないけど、それ以外何も上がってないんですよね。ランズも90になっております。これも上がってますね。はい。90。おおおお。これも上がっております。はい。90。これ0をすればいいんですね。はい。0。お、いかないね。90。あったあったあった。はい。90。90。前は89だった。で37号いいですね。これは嬉しいね。36号までだったから今日37号。当然 RBI も上がりますから、1つ RBI 上がりました。86。チャンスがあったのよ。もうチャンスがね、ものできないんだよ。三振したりしたら。大谷さんがね、三振は暇ない。ということで大谷さんが他出られなかったから、盗塁もないのよ。だから技ありかなんかでいろいろ出ないと、盗塁だとかいろんなものできないのよね。ということで、これはホームラン打ったから、これ横付けがちょっと上がってるかな。1007だったんですけども、ここ見てみれば分かる。1008、伊藤さんに上がり、伊藤さん上がりましたね。まあでもね、上げまーんということでございますね。下げまんばっかりじゃないんで。はい、じゃあ行きましょう。大谷さんは5打数1安打、RBI が1個のみでございます。残念ながら2つのありきは、まあ、297下がりましたね。こっちは上がっております。ベッツも2ヒットで頑張っております。そしてフリーマンも2ヒット、今日はすごいじゃないですか。ハレナンデス1ヒット、今日はもうみんな全員打ってますよ。キアマエガとか出てきてあれ、それ以外はみんな打ってます。だからね、2ヒット、大谷さんだけが1ヒット、悲しいね。この人なんかね、スミスがね3つヒット打ってますよ。結局はね、取りすがりさんと私はいつもこうやってお話ししてるんですけど、取りすがりさん、私がいた通りになりましたよ。なぜかっていうと、スミスはね、素晴らしいヒッターなんだけど、なんでわざわざ4番に置かなきゃいけないの？ほら、6番かなんかにしたら、彼打ち始めたのよ。そんなもんですよ。ね、大谷さんも打てなかったら、ちょっと1つか2つ上げてもいいのよ。もうちょっと落ち着いて、また戻せばいいんだから。うん、まあいずれにしても勝ってるときはそうしないだろうと思うんですけど、じゃあピッチャーはね、今日5回だけ投げたね。うん、で3ヒットで、K がある6つね、実績点が1個で、ナックが実績点が1個だけで、まあでもびっしりで、結局は4回も投げてるわけだからね。そうなるとやっぱり彼のセーブに、無条件でセーブになるということで、ということで、ございます。はい、これはですね。はい。37で上げまん。上げまん。これは昨日の上げまんそのまま残っております。上げまん。はい、これは下げまん。7でしたね、確かに。そう、297。下げまん。これは1輪が上げまん。8輪上げまん。RBI も1輪上げまん。はい、はい。盗塁は残念ながら、何にもないまん。ということでございます。はい、わかりました。次はしてはこちらに行きます。はい、打席でございますけれども、今日はこちらの素晴らしい写真がございまして、これじゃなくてですね、すみません、これはね、あれ出しましたけど、ここですね、ここ。はい、ここですね。米国8月13日火曜日。日本は8月14日水曜日、ドジャーズ対ブルワーズということでございます。はい、デコピンもいっぱいいるんでございますけどね。はい、ということで、ピッチャーはこの方、ガビン・ストーン、ね、ストーンというのはね、石というね、ゲビン・ストーンが今日は先発で、なんかいいピッチしましたよ。で、大谷翔平は今まで通り、大谷翔平は1番 DH でございます。はい、はい、1番 DH。 はい、大谷さんは今日はラビンファイターということになっておりますけどね。それからですね、皆さん、今日ですね、この一つは終わってました。今日、今さっきこれも終わりましたから、あとはね、明日これゲームやりますが、あとはカーディナルズがありますね、ということでございます。
私の後に4つなかったですか？1つは終わりましたっけ？いやーっていうことは間違ってたのかな、あのスケジュール表。あ、1回あの全部入らないからコピーしてやったっていうこともあるので、いや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 、そういうことあるんだね。これ見てください皆さん、ほら1、2、4、15日もあるんですけどね。こちらの方ではもうあのこちらになってますから、ということは間に休みはないよね。まあ、あの近づいて分かりますので、よろしくお願い申し上げます。はい、ということでここまで言ってましたね。はい、そしてこれも終わりました。はい、これも終わりましたね。じゃあ次はこちら。はい、では大谷さんが、1打席前のもう準備といいますかね、やってました。はい、ではまず先、これもね、あの大谷さんがホームラン打たなかったらブーブー言ったんだけど、もう言わない。1球打ってですね、初球ですよ、初球打って、まあね、フライアウト、これも聞きましょう、フライアウト。はい、はい、どうぞ。フライアウト。はい、今日も初球を打った大谷翔平が中堅守ギャレット・ミッチェルにキャッチされた。要するにセンターフライですね。少し伸びたらホームラン打ったから、それで直球でもよかったんだけど、もうちょっと見てほしいなと思うんだけどね。2回もね、もう2つ、1つはボールで、ね、2つ目真ん中に入ってきたのよ。これをうまくきれいに打ったら飛んでいったね。はい、2先、あの17号ソロホームラン、おめでとうございます。これもね、まあ、皆様あの 打席は5回ですね、1分以内の出しておりまして、ホームランもまだ別に出しておりますので、1分以内でぜひ、今のある方はぜひ見ていただければと思っております。あのショーツね、短いのはまだ別にもう出しております。でこれも読んでいきましょう。はい、どうぞお願いします。37号ソロホームラン、大谷翔平選手37号が右中間への飛球を2階席へ本塁打。2階席行き前飛びましたよ、これすごいね、素晴らしい。これは2階席に行ったのから、もうあとはね、もうなんかね、力抜けちゃったのか知らないけど、なんかね、大谷さん頑張れよ、もうちょっと集中しろよっていう感じ、心から言ってたんだけど、まあ今度はストライクアウトですね、これ三振ということでございます。何があったのかね、ワンボールでファウル、あ、もうほら打つ場面にどん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 行ったから、ほらこれで三振してます。5番目のこの一番ボールです、ボール、やっぱり打ち気になってくると、よっしゃよっしゃってなってくるとボールに手出しちゃうんでございます。これボールはね、これもね、ストライクでブロックされたっていうことで書いてあるんだけど、スイーパーなんですね。ところがね、大谷さんが後ろを見ないで、うちにも走れるし、それかね、もしかするとあのバットに当たってね、フォアボールかもしれないけど、大谷さんはもう全然気にしないで、こう、ああ、そうですかってパッと言っちゃったよ。いやー、もうちょっとね、走ったりとかいろいろやってほしいね。はい、続きましてこちら。はい、4打席もね、ここですね、あの最後は、91.5 マイル。シンカーだ。シンカーにやられましたね。はい。グラウンドアウト。はい。大谷翔平は三塁手ジョイ・オルティスを一塁手リス・ホスキンスにゴロアウトさせた。うん、まあバーンと。アンディ・ページズが二塁へ。アンディ・ページズが二塁行って、ボールは向こうからここ入ってきたから、まあ、あの、まあアウトだっていうことですよね。最初はね、まあボールが来て、それからね、このボールが来たでしょ。その後にね、ストライク、最後にこれもインプレイになったんだよね。これもね、ホームランボールですよ。この辺だったら大谷さんはホームラン打つはずなの。シンカーだからやっぱり沈んだんだろうね。それでしか。でもストライクゾーンにまだあるからね、完全にね。はい、ということで4回は。で、5回。これとこれも来たから、よっしゃ、頑張れって思ったんだけど、ピッチャーもね、変わりましたから。翔平大谷ストライクアウトスイング、これも空振り三振、前のも空振り三振ですね。これなんかね、すごい、1、2、3、3球三振、うわー、すごいね。
これもね、スイングストライクアウト、スイングしたんだよね。これはコールドストライクだから呼ばれたストライクだよって。フォーシーム、カーブボール、そしてフォーシームで三振取った。お谷さんはノーって言ってたよね。なんか多分セコンドボールかな、これストライクじゃないって言った。しかしアンパイアにはね何もできないので申し訳ないんですけどね。まあだからこれも確認もなければ、三振、大谷翔平は空振り三振ということでございます。ありがとうございました。じゃあ参りましょう。はい、続きましてはこのトピックス。はい、まずこのトピックスからいきましょう。はい、いきましょう。どうぞお願いします。大谷翔平40本塁打40盗塁へ、特にゴールは決めていない。うん、ポストシーズンに向けてしっかり集中したい。うん、ドジャース大谷翔平投手30は1番 DH でスタメン出場し、3試合15打席ぶりの36号アーチを放った、うん、左手首骨折から約2ヶ月ぶりにスタメン復帰したベッツとの今季3度目のアベックアーチでチームを4連勝に導いた。大谷選手試合後インタビュー、うん、1番に入ってベッツが2番、ベッツの前で打つというのは、いるだけで今日のように打線の厚みが全然違うので相手も嫌だと思うし、うん、今日は本人も打って選手としての素晴らしさを証明した、うん、チームとしているかいないかでだいぶ違うので、それぐらい大きな存在だと思います。ベッツが帰ってきてチームの厚みが違う、主力が抜けて帰ってきてより厚みが増したので、もちろん強いチームだと思います。逆に主力がいない時にしっかりとある程度踏ん張れたというのもチームの自力だ、うん、と思うので、そこは他のメンバーも信頼してますし、どの選手が入ってもいい作用が生まれればいいのかなと思います。カウント3対0からは初のホームラン、何を狙っていたのか、もちろんアグレッシブに行きたいなとは思っていました。相手からすると僕の後もケアしないといけない打者がたくさん控えているので、甘く来たら行くぞという姿勢をいつもどのカウントも崩さないようにしたいと思っています。どのカウントもいいんだ。カード初戦に勝利しました。相手はもちろん強いチームですし、遠征の最初の試合を取れるか取れないかはだいぶ違うと思うので、ムーキー、ベッツが帰ってきて初めての試合でしっかり勝てたので、チームにとって大きいんじゃないかと思います。40本塁打40盗塁について、特にゴールは決めていなくて本当に1試合1試合頑張りたいなと思っています。シーズン後半に近づいているので、ポストシーズンに向けて自分のやることにしっかり集中したいと思っています。しっかり集中する。それだったら今日はね、あと4打席をしっかりね、集中してほしかったな、うん、もったいないよ大谷さん。もう他の人がバカバカ打ってんだから、自分のプロ呼び込むだけでございますので、うん、何でもかんでも手出しちゃったらまたね元に戻っちゃうので、ぜひそのこれはってやつをね、ぜひ打ってほしいな。はい、続きましてこちら、MVP のその投票があったらしくて、まあ 100% の投票じゃないんですけど、その中の今現在の状況はこうということで、はい、MVP 投票、誰かが最有力候補2人を捕まえることができますか。あ、この2人ね、うん、残り7週間を切ったところで、はい、各リーグの急成長中のスターが順位を上げて2位に浮上した。お MLB の MVP 賞候補の2人は他の選手たちとの間に大きな距離を生み出していますが、うん、これらのレースはまだ終わっていません。最新の MVP 投票では各リーグで人気急上昇中のスターが順位を上げて2位を獲得し、うん、レギュラーシーズンまで7週間を切った両レースで興味深い展開が続いています、うん、いつものように MLB.com の専門家はこれまでに何が起こったか、そして残りのシーズンで何が起こると予想するかに基づいて、アメリカンリーグとナショナルリーグの両方で上位5人の MVP 候補をランク付けするよう依頼されました。プレイヤーは45人の投票者が参加し、5-4-3-2-1のスケールで投票ポイントを受け取りました、うん、1位の投票には5ポイント、
2位の投票には4ポイントなどです。結果は次の通りです。はい、結果はこちらになります。はい、結果はこちら。まずはですね、アメリカンリーグでございます。アーロン・ジャッジとウィット、ソト選手、ヘンダーソン、ラミレスって5人なんですけど、ちょっといきましょうか。はい、1アーロン・ジャッジ、ガイア、オブ、ヤンキース1位票33秒。リーグ MVP の栄誉に向けて62本塁打というア・リーグ記録を樹立してから2年が経ち、ジャッジはまた素晴らしいシーズンを過ごしている、うん、ヤンキースのスラッガーは現在本塁打42、打点106、四球98、オプス 1.160 で MLB トップであり、うん、ウォーのファングラフズ 8.3 バージョンとベースボールレファレンス8.0 バージョンの両方でもトップです。60本塁打と三冠王のもう一つの目標は、次に近い予選通過打者に対してオプスで143ポイントのアドバンテージを持つ32歳にとっての目標である。2ボビー・ウィット・ジュニア、ショート SS ロイヤルズ1位票12票。はい、サンルフアンソト、ガイア、オブ、ヤンキース。4グンナー・ヘンダーソン、ショート SS オリオールズ。5ホセ・ラミレス、三塁手、 3B ガーディアンズ。はい、ということでございます。この5人なんですけど、もうぶち切りでしょうね。ジャッジさんはもう今バカバカ打ってますからね。ただしこの人が 3本も相当3本ホームラン1日ゲーム始まったら、これは大変なことになるかなと思うんですけど、まあそういう情報になっております。じゃあ続きましては、我がショーヘイ大谷が来ます。我がショーヘイ大谷はこうでございます。はい、デコピンもね一緒になっております。大谷さんはもうど真ん中にお貸しさせていただきました。はい、どうぞ行きましょう。ナショナルリーグ、はい、1大谷翔平、指名打者 DH、うん、ドジャース1位票37票。うん、2024年にピッチを投げることはなかったが、大谷はドジャースでの最初のシーズンの間必見の魅力であり続けた、うん、本塁打36本とオプス 1.007 でナリーグトップの成績に加え、大谷は盗塁37回中33回成功を収めており、うん、スーパースタースラッガーが40分の40クラブの6人目のメンバーになるべく勢いに乗っている。勢い乗ってるね、はい、この4年間で3度目の MVP 賞を獲得する準備が整った大谷は、ア・リーグとナ・リーグの両方で MVP の栄誉を獲得した唯一の選手としてフランク・ロビンソンに並ぶことになる。はい、ということで、2ケテル・マルテ、2塁手、2B、D バックス、1位票6票。お、3エリー・デラクルス、ショート SS、レッツ、1位票2票。4ブライス・ハーパー、一塁手、1B、フィリーズ。5フランシスコ・リンドール、ショート、SS、メッツ。ということでございまして、これもね、今のところは大谷さんがぶち切りでございます。頑張ってもらいたいなと思って。で、それ以外のね、すごいプレイヤーがね、揃ってますよ、この4人。あとも、このクルーズ・デラギラス、ね、彼もすごいし、マルテもね、リンドールもね、ハーパー、いや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 、すごい選手で。はい、では最後のお話でございますけど、どうぞ行きましょう。はい、どうぞお願いします。はい、大谷はこれまでにない方法でホームランを打った。あ、昨日の話ですね。ミルウォーキームーキーベッツがドジャースの戦列への凱旋復帰で、今もムーキーベッツであることを示した夜、翔平大谷はまたロサンゼルスのトップオーダーが引き起こす恐怖をみんなに思い出させた。うん、大谷はドジャースのブルワーズとのシリーズ開幕戦の5回に相手方向へ424フィートの本塁打を放ち、ロサンゼルスに4点のリードを与えた、うん、これは大谷にとって今季36本目の本塁打であり、おそらくより注目すべきはカウント3対0で打ったのはキャリア初のことだろう、うん、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は彼には3ボール0ストライクでもゴーサインがあると語った。彼はいつでも打ちたい時に打つことができる。すごいじゃない。大谷は7回にも四球を出して2塁盗塁を決め、今季は36本塁打
33盗塁に達した。ブルワーズのスターターフレディ・ペラルタが外角に時速93マイルのフォーシーム速球を投げると大谷がそれを打ち取った。スタッドキャストによると爆発の予想出口速度は時速167マイルだったという。大谷はキャリア通算134打席で月曜日に出場したが3打数0安打の投球に終わった、うん、そのうち128試合で彼は歩いた、うんうん、彼は6打数4安打残りの6試合ではダブルスを2本成功させた、うん、ペラルタはとても印象的だった。どうやってあれほど強い打球を打てしかも反対側にも打てたのかわからない少なくともおそらくこの試合で最高の打者だった、うん、打てばよかったと語った。もっと早く彼に良いピッチを投げた方がよかった、うん、6月16日にベッツが死球で左手を骨折したためドジャースは大谷をリードオフの座に移した、うん、それ以来大谷はもっぱらリードオフを打ち好調を維持している。6月17日から46試合に出場し打率.281/.393/.663 17本塁打39打点を記録している。月曜日の大谷の本塁打はケビン・キアマイヤーのリードオフシングルに続いた、うん、ベッツ、フレディ・フリーマン、テオスカー・エルナンデスが彼の後を追うことを知っていた大谷は3ボール0ストライクでも積極的に攻め続けた、うん、打席を通して全体的にアグレッシブであることだけが私にとって重要だった、うん、と大谷は語った、うん、しかしムーキー、フレディ、テオが劣っていることも認識していた。たとえカウント3対0でもアグレッシブであることが賢明だと思う、うん、レッツは4打数2安打2ラン本塁打を放った。打順が1、2、3に再構成されたとしても相手投手が大谷、ベッツ、フリーマンのコンボに続けて直面しなければならないのは依然として困難な課題である。うん、確かに私だけではなくチームとしても自分たちの打線の深さを実感していると思う。うん、確かにそれが今夜のプレーに如実に現れたと大谷は語った。うん、だからね、ラックスがね、今元気になってね、ホームランを打つ人はバカバカ反対方にやると、こういう、だから、僕だったらですね、ラックスをもうちょっと上に上げてもいいなと思うんですよね。フリーディ・フリーは下げてもいいんじゃないですか、ちょっと。やっぱりね、打てる人をどんどん前に持ってきて、打てない人は後ろの方でまた雰囲気を良くなったら、また帰っていけばいいと思うんです。というのが私の意見でございます。さて、ということでございまして、本日も皆さん見ていただきまして、ありがとうございました。今日はここ見たらコメントがありませんでした。皆さんぜひコメントをお待ちしております。そして、チャンネル登録などもご協力をお願いします。魚さん元気ですか、鳥すがりさん元気ですか、まあ明日でもよろしくまたお願いします。ということで、それではそれにしてもね、すごいよね、ドジャーズが急に勝ち始めてすごいな、うん、大谷さん頑張れよ。はい、では、See you later! Alligator! それでは、See you later! Alligator! それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。